これは ACAC 変換回路の一種である交流位相制御回路です。一般にはスピードコントローラーとか調光器とかの名前で知られているものです。非常にシンプルな作りで部品点数も少ない回路です。まず教科書などに載っている回路について復習します。交流電源と負荷の間に逆並列接続した再リスタがあります。交流電源の周期に合わせてこの再リスタを駆動します。右がこの回路の波形図です。上から順番に交流電源電圧 VS、 負荷電圧 VR、 電源電流 IS です。再リスタをオンする制御角 α を調節することで負荷電圧と電流の実行値を変化させることができます。 α の値が小さいほど電源と負荷が接続される位相角が大きくなるので電圧と電流の実行値は大きくなります。この回路の中で重要な役割を果たすのは言うまでもなくこの再リスタです。しかし実際の回路で用いられているのは再リスタではなくトライアックと呼ばれる半導体素子です。トライアックは双方向に電流を流すことができる半導体スイッチで、透過的には2つの再リスタを逆並列接続したものと同じです。そしてそのトライアックのゲートと接続されているこの青い部品はダイアックと呼ばれる素子です。トリガーダイオードとも呼ばれます。2つのダイオードを逆並列接続した記号で表されます。これはダイアックの電圧電流特性です。第一証言と第三証言にカーブが存在し、ブレイクオーバー電圧 VBO に電圧が達した後に導通する双方向ダイオードとなっています。ダイアックはトライアックのゲート制御回路に頻繁に用いられます。その他はコンデンサとトリマー抵抗で構成されています。コンデンサとトリマ抵抗で形成される自定数を利用してダイアックがブレークオーバー電圧に達する位相、つまりトライアックがオンするタイミングを調節します。回路全体としてはこのような構成になっています。駆動回路の原理について簡単に説明します。トライアックのゲートにダイアックが接続されています。ダイアックのもう一つの端子は可変抵抗とコンデンサの中点とつながっています。交流入力電圧によりコンデンサの電圧は変化し、それに伴いこちらのダイアックの電圧も変化します。コンデンサの電圧と位相はトリマー抵抗の値で調節できるので、ダイアックが式位電圧に達する位相をこのトリマー抵抗で調節することができるということになります。高電圧作動プローブとオシロスコープを使って波形を観察します。紫は入力電圧、青は出力電圧、黄色はダイアックの電圧です。現在紫の入力電圧と青の出力電圧はほぼ一致しています。この状態からつまみを回していくと出力電圧の波形が大きく変化する様子が観察できます。黄色のダイアックの電圧と合わせて観察すると、ダイアックの電圧がある式位置に達した時に青の出力電圧が立ち上がっていることがわかります。それと同時に黄色のダイアックの電圧は急激に低下します。これはダイアックが導通することで電圧が低下するためです。つまみを回してトライアックの駆動位相を変化させるとその様子がよくわかります。オシロスコープのカーソル機能を使ってダイアックが導通する電圧を計測してみると、プラスマイナス 30V でダイアックが導通し始めていることがわかります。そしてダイアックが導通するタイミングでトライアックがオンし、青の出力電圧が立ち上がります。ダイアックの電圧が式位置のプラスマイナス 30V 未満の場合、ダイアックは導通しないのでトライアックは常時オフです。よって青い波形の出力電圧は常に 0V です。ダイアックの電圧が式位置のプラスマイナス 30V に達するとトライアックがオンし始めて青い出力電圧波形が現れていることがわかります。この回路を用いてハロゲンランプの光を調節してみます。このハロゲンランプ単体では光の量を調節することはできないのですが、回路のつまみを回すことでランプの光の量を調節することができるようになります。次はハンドドリルの電源としてこの回路を使ってみます。このハンドドリルは本来は回転速度を調節することができないのですが、こちらの回路のつまみを回すことである程度回転速度を調節することができました。